この子はくるみだ、前から決めた。いいえ、この子はかすみよ。はい、サメさん、こっちへお願いします。たく、なんなんだ急に。退院後だから、空の友達に同盟の人がいるんだよ。そうじゃなくても名前は前から決めてたんだって。いいから聞きなさい。あんたたちを出産した時、おばあちゃんに名付けされちゃったのよ。それがどれだけ悔しかったか。だから私に孫の名付けくらいさせてくれたっていいでしょ。なんだそのどんぶりや。一体どんな理由かと思えば、そんな。言っておくけど、断るんだったら遺産の相続はさせないから。よく考えるのね、王子。確かに父さんが残してくれたお金は多いけど、それを引き合いに出してくるなんて。確かにこれからのことを考えればお金はあった方がいい。でもだからって、母さんの言う通りにしたら今後もそれを盾に脅し続けてくるに決まってる。そうだね。数日後、くるみで届けを出した。ああ、俺たちで決めた名前だ。もうどれだけ文句を言われても覆せない。あんたたち、絶対に後悔するからね。それから数週間後、ソラ、兄さんのとこ無事に生まれたって。本当よかった。兄さんおめでとう。クロハさんが落ち着いたらお祝いを。それだな、コウジ。え、母さんが？もともと俺たちで決めた名前はあったんだ。でも母さんがかすみにしろってうるさくて、もちろん全力で拒否したんだけどさ。あんたたちまであのバカ夫婦と同じこと言わないでしょうね。だったら遺産相続は一切させないから。って言われちまって、クロハはそれでも抵抗したんだけど、俺たちはこれから実家で母さんと同居だろう。いろいろ今後のこと考えるとさ。その後、お母さん、かすみはまだ小さいんです。英会話なんて今から厳しくしつけておかなくてどうするの。しつけって、私はもっとのびのびと。そんなことより、クロハさん、あなたかすみを保育園に預けて職場復帰するつもりなんですって。ええ、その方が今後のためになりますし。却下よ。かすみは知り合いの幼稚園に入園させる話をつけてるの。大体職場復帰して家事はどうするつもりなの。この私にやらせる気。かすみは私の子なのに、なんで全部お母さんの言う通りにしないといけないの。孫は可愛いし、家事は全部嫁がやってくれるし、やっと青春を取り戻した感じだわ。夫が遺産残しておいてくれてよかった。数年後、正月。はーい、かすみちゃん、いい子にはお年玉があるからね。お母さん、私いい子じゃない。そんなことないよ。母さん、子供たちが傷つくような差別はしないでくれ。賢い夫婦の娘とバカ夫婦の娘、差別しない方がおかしいでしょ。なんてこと言うんだよ、このドキュン。ドキュンって何よ。クロハさん、またやつれてる。見かけるたびに暗くなっていってる気がするし、大丈夫かな。数ヶ月後、ビバ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 ン。お母さん、どうしたんです。クロハさんがかすみを置いて実家に帰ったのよ。どうせあんたたちが変な入れ知恵でもしたんでしょ。絶対に許さないんだから。落ち着いてくれよ。一体どういうこと。ゲンが言ったの。かすみって名前はあんたたちのお下がりだってバカにされたって。私たちそんなこと言ってません。そうだよ、正月以来二人とは会ってないし。あと、だか、かすみが優秀だからって寝たって言ったんでしょ。ほら、きっと兄さんが嘘ついたんだ。昔から母さんの機嫌を損ねると俺を悪者にして逃げてたから、多分今回もそれだと思う。あんたたち、さっさとクロハさんに謝って帰ってくるように言ってください。ですから私たちは何もしてませんって。相変わらず強情な嫁ね。素直になれば相続は考え直してあげる。これでどう。いや、遺産はいらない。なんですって。俺にだって妻子を食わせる解消はある。俺たちはクロハさんを傷つけるようなことはしてないし、金で事実をねじ曲げるわけにはいかない。偉そうなこと言って。私のお金がなかったらくるみの今後だって。母さんの金じゃなくて父さんの金だろ。それにくるみの心配だって一度もしたことないくせに。自分の思い通りにならなければ肉親への愛さえ捨てる。母さんと関わると子供の教育に悪い。狂気に絶縁する。くーん、親を捨てるなんて今に天罰が下るわよ。王子、
これでよかったの？いいんだ、俺が守るべき家族は空とくるみだから。それより兄さんだよ、どういうことか聞かなきゃ。あ、兄さん、母さんのことだけど。あ、すまん、うそついた、テペロ。やっぱり黒羽の家出が母さんのせいなんて言ってみろ。母さんがどれだけ荒れるか。それこそ関係修復不能になっちまうよ。お前たちのことはいつか許してくれるよう俺が説得するからさ。俺の家庭を壊さないためにも今は黙っておいてくれ。いや、俺は母さんと仲直りするつもりはない。余計なことはしないでくれ。それより今かずみちゃんは？ああ、母親に置いてかれて毎日泣いてるよ。俺も黒羽の実家に行ったりしてみてるんだけど話を聞いてくれないんだ。コウジ、かすみちゃんもだけど黒羽さんのことも心配だし、私たちも会いに行ってみない？そら、そうだね。数日後、黒羽さん久しぶりです。何しに来たの？かすみちゃんが。かすみ、あんたたちが断ったせいで自分の娘にそのお下がりの名前をつける羽目になったの。そのせいで娘を可愛がれない。我慢して母親になろうとしたけどもう限界なの。それに私、お母さんに離婚しろって言われたの。え、ケンはいつだってお母さんの味方。私のことなんて考えてもくれない。私は何も悪くないのに。なんでその怒りを俺たちに向けるんです？だって話の通じない人に何を言っても仕方ないじゃない。つまり俺たちは話が通じるから怒りをぶつけられてるってことですか？ごめんなさいよ。私、クロハさん、今のままじゃダメです。ゆっくりでいいんで、これからのこと考えましょう。その後、クロハさんは弁護士を通じて離婚。親権はクロハさんのものとなった。すぐに愛せるかはわからないけど、かすみに悟られないようにしながら頑張ってみるわ。行こうのゲンたち。たくクロハのやつ、ちゃっかり一人で逃げやがって。あ、まあでもこれでこの家の遺産は俺が独り占めできるな。母さん、俺このまま住んでもいい？いいわよ、好きになさい。数日後、母さん、明日着るシャツ。はあ、知らないわよそんなの。自分でやんなさい。今までクロハさんに全部やらせてたし、今さら家事なんてやってらんないわよ。でも、いい加減掃除の一つもしないと汚いわね。というわけで、私たちの分まで幹事をやってほしいの。そしたら前のことも許してやらなくもないわ。はあ、お断りします。ここまで来てんのに何よその態度。相変わらず頑固なんだから。もういいわ、出来損ないの嫁に頼ろうとした私がバカだった。プロに頼るからもういいわ。数年後。はあ、金がない。実はそうなの、家事代行とか、そのちょっと使いすぎちゃって。どうせほとんど母さんの無駄遣いだろ。ふざけんなよ。遺産目当てに母さんに従ってたのに。母さんのせいで俺は妻も子供も失ったんだぞ。何もかも母さんのせいだ。全部私のせいにするつもり？そんなに気に食わないなら今すぐここから出ていけばいいでしょ。ああ、そうするよ。プロハ、そういうわけなんだ。頼む、俺ともう一回やり直してくれ。何年も通院してやっと安定してきたのに、あんたと一緒にいたらまたおかしくなる。今はかすみが本当に可愛いの。かすみさえいれば幸せ。そんなこと言わずにさ、かすみもまたパパと一緒に暮らしたいよな。パパ嫌い、いつもおばあちゃんと一緒にママをいじめてたから。ぐえん。その後、ひさめさんは豪遊癖が抜けず借金をするまでになってしまい、返済のためついに実家を手放すことになった。ゲン、お願いよ。母さん頼れる人が他にいないの。二度と女は信じない、特に母さんは。そんな。王子にもお兄さんにも見捨てられたヒサメさんのその後はわからない。一方、私たちとクロハさん親子は仲良く平和に過ごせている。お金も大事だけど、それだけじゃうまくいかないこともあるよね。